Spinner. Poppin' Innovation World Podcast Life Update。真鍋大斗がナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ、ここからはライフアップデート。ノンジャンル、ノンカテゴリーでイノベーションの最前線にインサイトします。今回は映画スリープ、マックス・リヒターからの招待状についてです。この映画の題材となったコンサート、マックス・リヒターのコンサートなんですけど、もともと僕、音楽として最初アルバムスリープ聴いてて、で8時間24分のプレイリストというか、アルバムなので、なんでしょう、あんまりいいことじゃないかなと思いつつも、寝るときに聴いて、それでそのまま寝てみたいな感じでよく聴いてたんですけど、こんな壮大なねストーリーが背景にはあったんだと思って、この映画見てすごく、感動しました。で、一番もちろんね、音楽が素晴らしいので、これ自宅とか、ヘッドホンで聴くよりもちゃんとサブウーハーがある環境で、映画館に行って聴ける人は映画館で体験するといいと思うんですけど、音楽の素晴らしさもそうですけど、やっぱ彼の制作創作活動に対する姿勢っていうものにすごく感銘を受けましたね。で、彼の音楽はその音楽としてだけ聴いていたので、どういう活動をしてたかとか、正直全然気にしてなかったんですけど、実はすごくクラシックの業界では顰蹙も買って、で彼はそういうクラシックを詳しい人に対して語りかけたいっていうよりは、やっぱ大勢の人に音楽を届けたいと思ってやってたわけですけど、ただやっぱそれがすごく厳格なクラシックの世界では顰蹙を買い、人気取りだと、そういうことも言われて、いわば排除されていたというか、そういったところが、あったみたいですね。で、やっぱり彼は大学の時に、現代音楽が難解すぎる、で、そういったことを思っていたようで、それに対する、アンチテーゼとして、曲を作ってるっていうことも言ってましたし、で、やっぱりその現代音楽の難しさっていうのと、聴衆っていうのの、分断を感じたってことも、言ってました。で、そういうマニアとか専門家向けにやるのか、もしくは大衆に向けてやるのかっていうのは、これ結構大きな問題で、表現活動してる人たち全般抱えてる問題だと思うんですけど、例えば僕らでもね、そういうエンターテインメントをやれば、もちろんその厳格なアートの人たちから批判されることもありますし、そういった構造はアート音楽だけに限らず、いろんな表現活動について回る問題だと思うんですけど、彼はでもそういうふうにいわば排除された状態で、仕事もない状態が長年続いて、でも駆け出しの状態の時は嫌がらせもされてたっていうような発言もしてますけど、そこで妥協せず、売れなくてもいいし認められなくてもいいから、本当に全財産を投げ打って表現活動に注力したと。で、そういった背景があるんだと思って、すごく興味深く映画も見ました。で、そういった姿勢と、あとはやっぱ彼の音楽にこれはすごく出ているなっていうふうに、思うんですけど、その人間がすごく繊細で、そして完璧ではなくて弱い、そういったことに対して否定するのではなくて、そういうものだっていうことを表現の中に取り入れていく。でも彼の表現の中には本当傲慢さみたいなものとか、そういう権威に頼るみたいなところが全くないので、やっぱりその表現していくと、だんだんどうしても傲慢になって、自分が一番正しいみたいな風にね、自分の言ってることは正しい、自分の表現は正しいみたいな感じで傲慢になっていってしまうこともあると思うんですけど、やっぱ彼の持つそういう繊細さとか弱さみたいなものっていうのは、全ての表現者が、参考にしても、参考にするといいところなのかなとも、ちょっと思いました。はい。で、映画全般としては、彼の生い立ちや姿勢もありますけれども、
まあ、その中でずっと彼の音楽が、一貫して鳴っていて、おそらく、まあ、体験としては本当彼の言葉を借りれば、まあ、居眠りしてもいいし、まあ、本当に自由に、見ていいような映画なのかなと思うので、ぜひ、まあ、お時間あれば、まあ、映画館に見に行ってみてください。はい、ポッパンイノベーションロリーラー on 81.3 J-Wave。